旧高畑四中の校舎を有効活用した高畑町産業振興センター内にさまざまな人が共同で使用する事務所コワーキングスペースが今日からオープンしましたオープン式には関係者およそ20人が出席しはじめに高梨町長がコワーキングスペースはイノベーションを生み出す理想的な環境 この場所から国や世界を変えるイノベーションが誕生することを願っていますと挨拶しました続いて町長など4人でテープカットを行いオープンを祝いましたこのコワーキングスペースはコロナ禍での新しいワークスタイルの定着を受け 高畑町への移住・定住の推進策などとして町が昨年度から整備を進めてきたものです旧高畑4中の美術室を改装して整備され1席ずつ区切られた個人ワークスペース最大で24人が利用できる情報交換休憩スペース予約制の個室ミーティングルームの3つのスペースが用意されました 室内には県産の杉材を活用していて木の香りに包まれたぬくもりのある空間となっています高畑町コワーキングスペースの開館時間は午前10時半から午後5時半までで毎週日曜日と月曜日祝日は休館日です利用料金は1人当たり1時間200円 3時間以上は一律500円で町民以外でも利用でき事前の予約が必要です。